大獣とわが教える鉄力会大阪港あるあるよいしょー。大獣チャンネルのとわです。ベトナンチです。壁です。いやー、来ましたね、ついに鉄力会大阪港あるあるぬっと登場ということで鉄力会皆さんご存知ですか？大獣の動画でもね、何度も出てきてるから知ってるかなと思うんですけど、ごっつい塾ね、ごっつい塾まあ東大に受からせることをとにかく目標にしている塾です。理さんは定員100のうち半分以上は鉄力会出身。鉄力に行かずに理さんを目指してる俺とかからしたら、こいつらさえいなければ。そうやな、そうふざけやがって、うん、これに行っとけ受かるだろうみたいな、ほんまに。なんかフリーメイソンみたいなもんよ。いや、まあそうやな、ほんまに、うん、ここにおれば理さんに絶対受かるっていう、そうそうそうちゃんとやってやるからよっていう話ですね。まあ鉄力会って東大理さんを表す鉄門と東大法学部を表す緑会、めちゃめちゃ東大を意識した名前、うん、しかもその学部を絞ってるっていう気持ち悪さ医学部と法学部、うん、もちろん理系の一番は医学部だし、そう、理系の一番は法学部だよと言わんばかりの名前、うん、マジで上しか見てないやつが作ったいや気持ち悪いね、うん、怖い塾です。俺は無縁、そうっすよね、放送嫌いやし、うん、東大目指したことないし、なんでほんまどんぐらいいくかな、体感半分、半分ぐらいおるかもな。いや、そうやな、これあんまり多分 YouTube とかでも話されてないんじゃないかな、鉄力会のあるあるとか。結構謎の場所や、うん、謎の場所やし、うん、鉄力会に行ってるようなやつって大体おもんないやつばっかりやからそういうやつらが出すあるあるもおもんないまず溺れてんねん。俺がそう、日本一おもろい鉄力会あるあるを出すぞっていう気持ちで来てるこれを機に鉄力会に行く人が増えればいいなと思ってる。堅苦しいイメージ持たれがちやけど、うん、行っちゃえば面白いっていう。いや、結構中の文化とかも、うん、独自の文化みたいな気づかれてて、やっぱ面白い。いや、そうね、まあ、話には聞いてる。で、まあ、基本情報だけまずちょっと言っとくと、大阪校のクラス分けは上から順に SA、A1、A2、A3、B 帯で、 B 帯の中にはなんか B3 から B8 ぐらいまであって、その辺はもううぞうむぞうフラットです。ちょっと待って、B3 から B8 が分かれてるってことは、うん、行く大学とかも分かれてるんじゃないですか？いや、それは曜日で違う。そう、曜日が違うだけなんですよ。名前が違うだけで、 B 以下は全部フラットで曜日で分かれてるだけ。そう、だから A が名前になかったら全員同じ B です。あ、そうなんや。そう、どこを目指すの、そういうやつら。でも奈良県立医科大とか。ああ、でも全然東大目指してるやつとかおるでしょ。いますね、 B 帯から東大行くやつとか、教育行くやつとかもいますよ、たまに。え、いや、すごい塾なんですよ。すごいやん。で、まあ、僕の代の時は大体全部で300人ぐらいいて、学年で300人いて、うん、SA が30人、30人、うん、で A1、A2、A3 それぞれ30人とかなんで、まあ、上 40% が A 帯 A 以上下の 60% が B。 うわ、ワクワクすんな。そう、でもこの B もまず鉄力って入塾テスト受からんから、入塾テスト落ちるやつとかも全然灘でもたまにおって、うんうんうん、だからほんま灘とか東大寺とか、まあ、関東やったら開成とか、その名門校じゃないとまず入ることもできん。そう、 B 対俺だけでも全然高いレベルの授業を受けれますよと。まあ、やっぱ行ってみんことには始まらんっていう塾なんですよ、これ、はい、ってな感じで、まあ、僕はそのクラス帯で言うと数学とかはその SA と A1 しかなったことなくて、英語は最初にその入塾テストあって、まあ、B 対からやったんですけど、 A 対に上がってその辺おったみたいな。 SA は1回も経験したことがないです。なるほど。英語に関しては高3ラスト1年は数学英語は何と何の A1 A2。 あ、いいね、まとまってるねって感じっすね。まあ理さん受かるやつもおるし落ちるやつもおるかなぐらい。A1 A2 やったらってな感じで、まあ、基本情報も分かったところで、まずどこにあんねんと。この塾地下か、うん、こんな怖い塾地下にあるんかって思うやん、うん、そんなことなくて、うん、めちゃめちゃ都会の、うん、はい、阪急梅田と JR 大阪の間にあるの、理にかないすぎがち。おお、これすごいっすよ。灘生って何を使ってるかっていうと、大体 JR 住吉が灘高校の最寄り駅、うん、そうな。で、阪急にも手を伸ばしてるのには理由があって、紅葉学院と神戸城学院、ここの2つはもう大体阪急沿線なんで、阪神沿線沿いに進学校ってないねん、うん、実は超ね、一番上積み関西のやから、うん、洛南とかはもちろん JR 京都駅が最寄りやし、ね、うん、東大寺とかも多分、まあ奈良やから近鉄かな、金谷から JR に結局来んのかな大阪っていう感じで、うんうん、結局この2つを押さえとけば立地としては完璧っていうところに、うん、てかなんで阪神電車に進学校ないかっていうと、神戸って山に行けば行くほど高級で、うん、阪急 JR 阪神の順番に並んでるから、進学校は山側にあるから。なるほど。おもろおもろ。海行くほど地下安いやんだって。まあ確かに、そうそう、だから阪神と JR の間に灘あるけど、それは結構珍しいパターンというか。
へぇー。はぁー。すごっ。だから、その、阪急のやつらって、ボンボンで面白かったんや。あ、そう、結構イメージあるやろ。金持ちのイメージあるわ。阪急使う人。阪神使ってるやつが一番面白かった。うん、一番面白かった。ほんまに。岸和田から来てたから。今井さんありがとう。今井さんありがとう。奈良と分かりやすいわ。うん、ほんまに阪神、JR、阪急やったら面白さやったら。ほんまにそうかも。奈良でも。ってな感じで、まあ、立地としては、こういう、いいとこの学校に通ってるやつらが、通いやすい場を作ってたっていう感じですね。全然でっかい看板とかないんですよ、鉄力会みたいな。ちっちゃく、ほんま、縦長の。意味ないからな、その、道行く人にアピールしたところで。そうなんですよ。だから、すべてがほんまに、得点を最大化するような動きで。ほんまにそう。ほんまやな。最小限のコストで、最大限のパフォーマンスをさせる塾。っていうのが出てるよな。うん、かっこええ。はい、うん、続きまして、クラスの話ですね。次はクラスの話。SA クラス、入っただけで満足しがち。これありますね。おこれはほんまにあります。うん、まあ、先ほども申し上げました通り、SA っていうクラスは本当に全体の上位 10% とかしか入れない。うん、まあ、どうやって入るかっていうと、年に2回ある校内模試っていう、鉄力会のまあ実力テスト、うん、で、上位 10% に入れば、このクラスに入れるんですけど、大体、灘と神戸女学院と洛南と東大寺の4つの高校で構成されてましてですね。のみやな、ほぼのみ。怖いのが、20人ぐらい固定メンツなんですよ。中1から。そう、中1から。中1からずっと行ってる精鋭たちが、もう漏れずに20人ぐらい上におって、それからこれに入っただけで気持ちええってなるんですよ。だからその揺るがない実力者たちがおって、で、高い壁があって、残り10枠をみんなで争って。そういうこと、ほぼそう。そしたら全員リサ行くんですけど、もちろん。中1から高3までずっと SNS を。てか逆にリサに行かんねやったら、ここにおる意味もないね。受かるから。うん、ここおらんでいい、別に。リーチとかリーニとかはもう、このクラス行かんでいい。うん、だからあれと一緒やね。浜田くんの V0 とかみたいな。ああ、もう一緒一緒。そうそう、うん、ほんま少数精鋭。まあ少数ってことでもないけど、ほんまに最初入った SA のテストで、マジでその浜学園の V0 クラスに上がった時と同じ感覚になりました。うん、テストを受けて、結構できたぞと思ったのに、うん、25位とかで30人中ああ実質5位なんですよ、それって。そうやな、上20人おらんから、うん、今までの世界やったら、うん、やっぱすごいんやと思いましたね。後に出てくるやろうけど、実績もエグいから SA ってマジで。おー、ワクワクするぞ。続きまして、こちら SA に一人で属してる子、マジで肩身狭そう。うん、これね、さっきも言いましたけど、うん、4つの高校しかいないんですよ、ほとんど。奈良と東大寺、洛南、神戸女学院。それやのに紅葉とかからね、1人とかおったり、六甲とかから1人おったりとか、うんうん、ティア2ね、だから。そう、洛西とかから1人おったりとか、あと四天王寺の女の子とか、そうそう、女の子とかが1人おったりすると、うん、もう誰とも喋られへんから、ほんまにかわいそうっていう。けどそいつめちゃくちゃすごいってことやな。めちゃくちゃ、それからそこの高校のエース、やんな、そうか、そう、わざわざ鉄翼まで来て、うん、SA で授業受けてるっていう状態で、ほんまにその灘の一番賢い、まあ、理三主席の K 君とかね、あんまりそのデリカシーがないから、このテストでこんな点数のやつどうなんみたいないや、めっちゃ言うねん、めっちゃ言うねん。全然120点満点で110とか取ってんのに、うん、うわ、これは取れたわとか、これ100切るやつさすがにとか言うねんでもあいつはそのほんまに自分の理想が高いだけやから、傷つけようとして言ってるとかじゃなくて、いいやつではある、ね、そう。まあでもその、それ言ったら傷つくやつがおるっていうとこ考えれてないだけや、うん、考えれてないだけやね、うん。だって俺がその過去の動画の話してるの、うん、青松さん今年落ちたら僕らの代はレベル高いから二浪確定ですよ言われてんのかマジやばすぎるけど悪意がないとは信じられへんよ、うん、ないねん。でも楽しんでるだけやね、ケイ君は自分との戦いを、うん、はい、では続きまして、洛南生京都から来るからめっちゃ遅刻しがち。これありますよ。塾やのに。ああ、ありそう。塾やのにな。絶対、鉄力が譲らんねん。開始時刻を。6時開始やから。そう、6時開始で、洛南普通に5時とかまで授業あって、京都から電車で来るから。間に合わんねん。理論上。それ逆に、来れてるやつおんねんな、たまに。洛南生やのに。洛南制服着てるのに、うん、もうおるやつがおるのは、ガチ勢やねんな。もうだから、学校を切ってんねんよ。そう、学校を切って、鉄力を優先してるやつ。上のクラスになればなるほど、洛南のやつ増える。授業開始からおる。なるほどね。私服の洛南とかもおるな、だから学校も行ってた平日に。そう、ガチ勢はそう、私服で来るな。そう、だから制服あるやつが私服で来てたらなんか怖くなる。いや、怖いな。そう、平日に普通に病欠して塾だけほんまに休めへんから来てる可能性もあるしな。それはもちろん学校休んだって塾には来るよ、こいつらは、うん、な、ほんま塾休んでるの見たことない。痛い痛い、遅刻するけど来る、全員洛南のやつは。続きまして、まあもう雑多なとこからね攻めていきます。受付の女の人みんな同じほんまにあります。マジで
前最小限の事務作業しかしてへんから受付の人がめっちゃ嘘やん、うん、みんな同じ顔してる。でも分かるわ、分かるわ。マジでみんな茶髪に黒眼鏡やね、全員。全員同じ顔、マジで。俺も講習で一時行ったんやけど、うん、でもほんまに、なんかな、ホラーゲームみたいな感じやね、うん、受付とかも。ほんまに。人の心がな、取り去られてんねん。いや、そうやねん。全部から。笑顔になってる人見たことない。別に受付なんて厳しくされてないやろ。いや、でも厳しいんすよ。なんか受付もほんま最小限の受け答えしかしてくれへんし。はい。RPG やもん。名前ないんちゃうかな、あいつ。うん、って思う、ほんまに。番号なんちゃうかな、ま、これほんまね、いっちゃん鉄力かも、ここが。スカイラークグループの店員もな、全員同じ顔してるよな。一緒ちゃう、それと。仕組みは。一緒のとこから仕入れてるからね。そうそうそう。まあまあ、こんなもんか、雑多なところは。これから、名物講師編。お、林修みたいなやつがおんのかな、数学の名物講師 T、タバコの吸いすぎで咳払い。ガチ。これあるなぁ。うん、っていう SA のエース講師よね。そう、数学の SA、うん、まあ、一番上のクラスを担当してくれる社員さんですね、唯一の。この人は SA のクラスを持ってるから結構忙しいんですよ。そう、採点とかも死ぬほどやるし、添削とかも死ぬほどやるから、うん、合間があればそのすぐストレスが溜まっちゃうから、タバコを吸ってどうにか耐える。でこいつの仕事ってマジでエグくて、うん、だっていやエグいよ。高1から高3まで全授業が添削やね、うん、テストゼミ形式やね。そうそう。で高3に至っては6問150分でやってるから、うん、それを30人分とかだから180枚は絶対答案を見なあかんくて。そう、180問やんな、まず高3のクラスだけで、うん、でそれが各、ね、学年あって、で授業もせなあかんから、で時にはなんか東大の過去問とかも添削してあげたりする、ね、そうそうそう、めっちゃしてもらってた俺も直前期は。お前バケモンみたいな。どうなってんねや。分からへんやから、分からんね。1問ごとにタバコ吸ってるイメージやな。お前1日100本ぐらい吸ってんちゃうかな。でこいつこの後、その2時間半のテスト終わって、鉄力の授業って3時間やから30分ぐらい解説したらブザーなるはずなんやけど、うん、そっから多分1時間とか1時間半とか平気で延長しようね、こいつ。まあそうっすね。めっちゃ延長するってほどではないけど、この先生は言うこと大体同じやから、毎回ほんまに大切なことしか言わん。別々になるんじゃないのそれは。あ、まあ単元ごとにはそうですけど、うん、高1からずっとその何週もするから単元を、うん、大体3週するのかな、鉄力は。高1から高3で早いから数学の前半よ。だから高1の時に言ったことはもう高2で絶対聞くし、それは絶対高3でも聞くね。だからほんま機械みたいなことやってる。同じことしか頭に入ってなくて、あれどこで出すかってだけ、それを。場所が違うだけ。でもこれをちゃんとマスターしたら絶対受かんねん。そうやね。それがすごいね。いやすごい、ね、この先生のおかげで俺も伸びてますから、数学カリスマ性がすごい、この人。兄弟の数学科かな、数学科、数学科、うん、そうそう。髪も長いしな。髪長い、めっちゃワインレッドのシャツとか着てほんまにホストみたいな見た目で、シャツ着んの。そう、ワインレッドシャツにロン毛でタバコめっちゃ吸うから、マジでその怖かった。カリスマすぎて。この人の伝説まだまだありますね。続きまして、数学の名物講師 T、うん、怒り方がカリスマのそれがち。おー、これありますね。毎週テストを受けて、その翌週にそのテストを返却するんですね。うん、T 先生がわざと手渡しで。その前に取りに来いっていうスタイルじゃなくて、T 先生が全員のとこに行くんですよ。はいはい。渡して素敵やけどな、なんか。うん。愛あるな。じゃあ返していくぞーみたいな感じで。そう。じゃあ返していくぞー。そんな感じで。天竜だってる。天竜だってるから。じゃあ返していくぞーみたいな感じに言って、点数悪いやつおったら、怖くて、手やる。怖い。ほんまにやばい時はやばいよっていう。うわ、勉強しないと。マジで怖い。だから基本その離散主席の K 君とかは今週も OK みたいな、うん、でまあその天才双子とかも、うんうん、OKOK 天才双子な、お前の同期の A 兄弟、うん、今回お兄ちゃんの方が良かったなとか。だからそこの中でも熾烈なライバル争いをさせて争い作んねや、主席目指して。そうそう、丸。どっちも顔丸い。どっちも顔丸い。同じ顔。なんと。超丸い。で、ケイ君はむっちゃイケメンっていう。離散主席のケイはな。そうやな。とわの大の離散主席争い。これが熱い。だから、その、あんまり正直、T 先生は、その、SA クラスの30人のうち、今、上20と下10で分かれてるって言ったけど、うん、下10のことは正直あんまりどうでもよくて。上20が下に落ちそうになった時に、なるほどな。そう、うん、この下10は絶対頑張るから、何も言わんでも頑張りやよな。そう、頑張ったからその10上がってきてんねやっていうのを分かってるから、うん、この上20がたるみ出した瞬間に、うん、関東
てやんな。痺れる。締めるね。そこがでも一番締めるべきやわ、確かに。そう。うん、下中に変に圧かけても、そう、俺の才能じゃ無理なんやとかなってまうかもしれんから。うんうん、せやね。いや、俺はあんまきつく言われたことない。なるほど。下中やから俺は。それはそれで悔しい。それはそれで悔しいから、もうこいつに褒められるために頑張るぞって思うねん。へぇ、カリスマや。そう、ほんまに頑張りたいやつはそれ見て頑張るから。せやな。俺も言われたいって。せやな、俺の方が下やから。俺の方が悪いのに、こいつの方がやばい。何やおいってなって頑張んねん。これかっこいいよ、めっちゃ。いや、必要最小限やな。いや、せやねん。せやねん。ここを締めればいいっていうところ分かってんねん、完全に。あと一回、ちょっとテスト関連で、ほんまの怒ったことがあって、うん、高2の前期で、計算テストかなんかで、その神戸女学院の女の子が2人隣同士で座ってて、結構悪い点数を取っちゃって片方が、うん、で相互採点なんで、それを見逃して丸にしてあげたことがあって、うん、でまあその一応答案は T 先生の元まで集まって、まあ、チャーってチェックして、うん、これ何点みたいな書いて、で突然 T 先生の筆止まって、あー聞こえてるお前らーっつって、いやそんな感じやねんマジで、お前らーっつって、そうちょっと高くて、これ何みたいな、答えちゃんと見たって採点者側に、見てるわー、そう採点者側に、これ見てるわマジで、ちゃんと見たみたいな、うん、えみたいな、その女の子、まあ自覚あるから丸にしてあげてるって自覚あるから言葉詰まらしてて、うん、したらもう T がこれどういう状況これ怖えと思って喋らせるっていう、うえこれどういう状況ってずっと言ってて何これみたいな、じゃあどういう状況みたいな言って、怖かったな、どういう状況って聞くんやっていう、二度とやらんやろな、二度とやらんやろなその子やめたし、SA やめた、やめた、え、成績が下がっちゃってとかじゃなくて、じゃなくて怖くて、丸をつけてあげた子は B さん行って、丸にしてもらった子は教育行きました、やめたのに、うん、やめたのに、やめても教育行けんだから、なんやねんその軸SA の実力はあるからって感じですね。はい、じゃあ続きまして、数学の名物講師 T、 生徒を気遣って、うん、言ってることよくわかんない人いませんかと聞いてくれるが、手挙げられるわけないがち、うん、これありますね、挙、うんうん、げれるわけない、うん、授業があんなに円滑に進んでいるというのにこいつの完璧なペース配分で円滑に進んでいる授業中に手を挙げられるやつがおるはずがない、うん、え、わからん時もある？あるめっちゃある。てか絶対みんな一回はあると思う、言ってることよくわかんない、早いんやろ、だってめっちゃめちゃ早いし高度やねん、結構何してんのかわからなくなる時があんねんけど、誰も手挙げられへんで、一回手挙げた子がおって、そいつはまあもちろん理さんに行ったんですけど手挙げられるやつも、こいつ手挙げて質問できるやつ、質問できるから好奇心エグいもん、なんと貪欲な、うん、で T もまさか手挙げられるわけないって思ってるから、うん、手挙がった瞬間えって言って初めてあげられたから多分どこどこって言ってるやつはほんまにその自分がビビられてるっていう自覚は多分なくて、そうそうそう、うん、もうほんまに生徒たちが優秀やから、いやそうだよな、全部自分の解説は理解してくれてるもんやと思って、そうそうそう、信頼関係のもとでこれ聞いてる、一応言うてんの、うん、みんなが手あげへんからこいつの言ってることはどんどん早く高度になっていくんやろ、そうやね、分かってんだったらどんどん飛ばせよって、そうそうそう、なんかそれがもうなんかカリスマ性を高めてもいる、そうやな、うん、円滑すぎるというのもかもう意味わからん状態だって、マジでこいつとみんなが一緒に成長してるイメージイメージから、うん、この人の授業をいいものにするぞっていうのでみんな集中するし、聞いたことないこいつの授業分かりにくいって言ってるやつすごいな、やし違う、分かりにくいって言える雰囲気がない、分からん方が悪いってなるな、そう分からんお前が悪いやんって思われるから、なんかスマートやねん、授業が板書量も最小限やし、ずっとクリティカルなことだけを言う、計算とかはもうめっちゃ間違うこいつは計算とか間違えて授業進むから途中でえってなるめっちゃ止まるえってどこってすぐ言うみたいな、そこですごいです、そこで間違えてます、間違えた瞬間みんな言われへん、言われへんねん怖いから、気づけって思う本人が気づいてどこってなったらそこですって、そこですっていう理さんの系とかがニヤニヤしながらそこーとかあいつちょっとタメ口ねうわ計算やから K レベルなってきたらもうちょっとタメ口とか聞くそこそんな数学名物講師 T 先生、 T 多いな、この文字ね、ついたって読みますこの先生レベルになってきたらシータじゃなくてついたって読む逆にむずいやろサインついたっていうのやっぱ兄弟数学科のプライドか、数学科やから、いやすごいな、ここはちゃんとせなっていうので、発音記号やもんな、そうそうそう、発音記号通りほんま笑うで毎回みんないや笑うな、ついたついた
まあ数学はこんなもんです。まあ英語は王先生っていう主任がいるんですけど、うん、英語の王先生、うん、落ち着いている主任ね、あの社員なんですけど、うん、まあ英語の SA は、うん、まああの王先生っていう先生で、こうして落ち着いてますね。 T 先生ほどのエピソードもないし、すごい英語ができそうなお顔の先生です、うんうん言わんでよわざわざ。ほんまにこの人が英語の先生で、うん、T 先生が数学の先生なんやろうなっていうのは分かりますね。まあ社員さんやし、すごいカチッとしたスーツ着て革靴履いてかっこいいって感じですね。はい。でまあこの T 先生と O 先生について、うん、まあ初めはねやっぱずっとローな O 先生の方がね怖いんですよ。でも冷静になると、まあ、ずっと安定してハイな T 先生の方がこれよう考えたらそうなんよ。よう考えたら確かに、うん、ずっとハイやねん T 先生って、うん、どうしたーみたいな、お前らってずっと言ってるのが怖いなっていう、冷静に考えて、そうやな、元気ない日ないねんな、どっからこのバイタリティ生まれてんねんっていうので、うん、冷静に考えたら T やばいっていう。普通に王先生は寡黙でずっとオーラがあるイメージ、怖いその静かなオーラを出しながら締めてるイメージだけど、そういう人ってでもおるもんな、うん、よう考えたら。他にも全然おる、王先生みたいな、こいつおらんもんな。そう T 怖い、いや怖いな、うん、インタビューしたいなこいつ。いや絶対できよ、何をモチベにして生きてるんやっていうこいつが。まあ確かにな、うん、ほんま機械やからな、すごいやってることは、うん、自己ベストとかあんのかな。いやせやね、分からん、ね、聞いてみたいよな。いやそうやな、うん、俺が栄冠ないやってんのと同じ気持ちでやってんのかな。ちゃうって一緒にすなって人生かけてんねんこの世代を最強の世代にするぞ、うん、ありえへんねんからこいつは。でまあ哲学界はもちろん英語と数学のみならずね、科学や物理や一応生物なんかもあったりして、他のじゃあ科目はどうやねんっていう話で、もちろん他の科目にもカリスマはいまして、先生、カリスマ先生がいまして、京大で4年ぐらい留年してる先生が、大学生10年目ぐらいの先生がずっと物理を教え続けてたそれがめっちゃいい授業でき、教えるのが楽しかった、教えるの好きすぎて、そうそうそう、うん、とか科学とかやったらほんまもう東大寺から理さん行ける実力あったけど京大医学部に進んでずっと科学を教えてる先生と、まあ俺がお世話になった先生なんですけど、そうめちゃめちゃカリスマやねんその人も。 T みたいなもんなんよ、うん、科学の T なんやけど、当時の科学科トップ講師、愛革靴ではなくクロスニーカー履きがちこれダサかったなあの身なりに気を使わんのよ、愛はもう天才やから、そう寝癖とかもボサボサでくんねほんまにその俺どっちも同じタイミングで講習で初めて授業受けて、愛もほんまめっちゃ人気あってカリスマで、まあ当時は脅威の学生なんやけど、うん、まあ見た目アタック25で全部取るやつみたいなそうねほんまにさやねん、なんか絶対頭いいっていうのだけは分かんねんけどあまりにもその6等身すぎるあまりにも、すいませんね、絶対愛先生見てくれてんねんけど、今もその全然飯とかも連れてくれてる。この間飯行ってたよな。そうそうそう、見てくれてるよな。見てくれてるし、ありがとうございます愛先生、うん、壁さんと喋りたいって言ってたなんで壁くんに会いたいわーってずっと言ってたこの前ぜひぜひ、うん、今度動画出してやーとかも言ってた、うん、いいけど全然出てほしい、出てほしいですけど。だからこの先生はほんまにエグい、普通に生徒の選別をするこの先生はこの先生に逆らいそうな生徒、だから課題とかをちゃんとやってこうへんかった生徒とかは、うん、普通にクラス変えた方がいいよみたいな、言ってくんねん。そう、一応科学は A 体が2つあってもう1つの方行った方がいいよ、 SA っていうのはなくてトップの2つあるんだよな、うん、でも賢いやつはこの愛の授業を、そう愛の授業を受けたいね、うんうん、だから愛に必死に食らいつくんやけど、うん、それに取りが合わへんやつとかはすぐやめていく、愛の授業、自分が思う理想の科学を教えて理想の合格実績を叩き出すっていうのが目標。そうやから俺が落ちたのまだ根に持ってるからえ普通に俺が教えたのにお前理想にしたからまだ根に持ってる、やっぱやばいやつや、お前はさーって毎回言われる。この先生はすごかったな、うん、俺だからほんまに講習で3回ぐらい授業受けてほんま意味わからんかった。いやそうやねん、何言ってるかわからん、ね、なんかその問題の一番奥にある一番むずいとこをペペペペペって説明してて、ほんまにそう、俺は科学普通に苦手やったから現役の時とか、その手前のとこで詰まってんのにその奥のピュピュピュの説明ばっかしてるから、うん、何やこれずっと何言ってんねん、ほんま水野のスニーカーみたいなの履いてんねん、うん、ほんまにやばい、バグスじゃないなーとか思いながら、全然音ならへんやから歩くとき最近そう飯行ったときに、とは見てやーって言って足見せてきて、革靴学会に参加するとのことで、あーお医者さんだって、そうそうそう、お医者さん学会に来るとか言って、うん、履いてきたとか言ってた、とはより弱い、そうとはが動画でセンターパートとか言ってさらにした、うん、ほんま同じ匂いするだから好き
続きまして、まあさっきね講師側からのね選別もあるとは言いましたけれども、もちろん上のクラスの生徒はですね最初の数回の授業で講師の質を見極めがち、これありますね。なるほど、そうだから選ぶ側なんだ。そうそうそう、選ぶ側も。上のやつは理三主席のそれこそ K とかは、小池さん授業はカスだね嬉しい言うね。すごいな、ブレてないな。カスだねとか言うのな、聞いたことないねとか言う。カスすぎてだからなんかバイトの先生とかがたまに代行って言って、普段授業してる先生が大学の実習とかの都合で来られへんかったりとかしたら、代行で全然違う先生が来る時とかあって、それはほんまめっちゃ見極められてる。鉄力通ってて東大理さん受かって鉄力でバイトしてる友達がおって、上のクラスとかで授業する時はもう生徒の目が怖いって言ってた。いやまあそうやな、いやまあそうやろな。理さんの中でも上位層のやつやから、そう、自分がいくら理さん受かって戻ってったってなまってるし、うん、教えれる立場にない時全然あるやろから。そうそうそう、で、うん、普通にビクビクするっつってた。では校内模試のコーナーですね。続きまして模試のコーナー、前期と後期のまあ総まとめみたいなテストが年に2回ありまして、うん、だから前期の終わりに後期のクラスを決めるための校内模試、後期の終わりに次の前期のクラスを決めるための校内模試、うん、ってのがあって、まあ灘とかやったら普通に灘の授業を休んで校内模試の勉強をするぐらい大事とされてます。まあそうやな。校内模試の科目に理科があって、高2の冬は配点が半分もあります。理科がおかしくないですか。なんでもろ。だから鉄力会大阪校では科学と物理を独立でどっちも2科目テストがあるんですよ、120点満点の、うん、でそれに加えて英語と数学やから、120120120120で半分物理と科学で配点を占めてるんですよ、うん。これだからこれやばい配点なんですよ。普通の受験生は高2の冬までに英数をやって高3で理科を完成させるんやけど、うん、鉄力界からのあなたたち鉄力の生徒は高2で理科も完成させてくださいというメッセージなんです。そうだから高2まででもう一周終わるよねっていう、なんなら高1から取ってる人は2周終わってますよねっていうメッセージなんですよ。すだからここで理科を勉強せざるを得なくするんですよ、配点半分にすることで。いやすごいデザイン、うん、でしかもこれやってんのは大阪校だけ、東京校は英数だけ。大阪校が東京校と対抗するために編み出した秘策だ。そういうこと。だから大阪校も東京校にライバル意識があって、東京校も大阪校にライバル意識があるから、どっちから理算を多く出せるかとかも多分競ってるし、こういう校内模試の科目の配点ですらその鉄力界の色を出してきてるっていう、うん、でもその立地を阪急と JR の間にするとか、この配点であれするとか、うん、全部その小さいこれを動かしたらこうなるよねっていうので制御してるのがすごいよね。そうかっこいいな。だから通いたなんねん、みんな。あとね、一応俺らが高2までは校内模試が終わります、うん、で成績配られます、うん、その最後のページに東京校の20決も載ってたんですよ。だから大阪校の20決と東京校の20決を見比べて、うん、自分がどこら辺におるかとかも上位のやつらは楽しんでましたね。上位同士に仲良くなったりすんねんか。するするする。ええー。だから理三主席の系とかは普通に友達とか結構おったし、有名人やとか、なんか同級生やと思ってるから、もうせやね、上のやつらもう同級生やね。そう、あーそうか、もう東大理さんマイナス1年やね。なるほどな。そいつはほんまにそうやねん、ゴジラマイナス 1.0。 いやそれそうあとはほんまに東京で会うだけやね。あとは合流しようなーっていうイメージ、だからそこの仲間意識とかもあったりで、もう格で受かるもんな、うん、そいつ受かる。すごい世界が広がってんのよ、受験は、うん、おもろいよな。はい、で、続きまして、こいつ落ちんねや、こいつ落ちんねや、こいつ落ちんねや、こんなに受験楽しんでんのに落ちんねん、これえぐい、これつらいんよ。で、続きまして、うん、最後の校内模試の20決、上から理3、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 理3って多い、理3、理1、理3がつい、これやばいです。これおもろ、これえぐいことが起きてます。誰一人落ちてません。だから、まあ、理3主席はこれね。あ、これ K 君。 A 兄弟はここここやな。え、なんじゃそれ。ちなみにな、 A 兄弟はここここ、うん、お兄ちゃん弟やったな。おで F、 あのネギの部分で F、 うん、ネギのライバルね、うん、そう、こいつはなんかこだわりの脅威よね。そう、うん、職人気質の脅威、職人気質の脅威。こいつのリーチはどういうやつ、なんでリーチなの。なんでかわかんないですね。医者なりたくないだけじゃないですか、シンプルに。けど逆になんでこんなに医者になりたくないやつおらんねんっていう話でもある。うん、ほんまにそうやな。確かにそんな優秀な人が理三にばっかり言ってていいんですか。あれ、これえぐい、えぐい問題提起もったいないんじゃないかな。まあ、それはそうやで、うん、みんなさ、この才能を生かす方法を真剣に考えようよ。この子らはもう高2で受験勉強終わって、いやそうやねん、飛び級で理三に入れて、あおるけど株とかやらせた方がいいんじゃない。ほんまにそうやと思う、リアルな話。 AI とかやらせた方がいいんじゃない。理三がトップな
せいで医者が最高の職業みたいになってモテるんじゃない？トップ層の間ではそうかも、ね、そうやと思う、うん、理算の偏差値が高いから医者がすごいってなるし、もっとできることあるんちゃうのって思うな、うん、確かに普通に医者なるだけやったら別にね。ほんでな、こういう感じで理算行ってな、医者だって鬱になったりすんねん。勉強しかしてこんかったからマジでさ、田村かえつほんまに勉強しかしてこんかったからマジで、多分ほんまに理算主席の系とかはちょっとメンタル弱いし、でまあ彼はね研究頑張ってるけど、そうそうそう研究の方でやってほんまに臨床医になってツイッターにあんなに高い点数取って理算に行ったのに俺は何をしてるんだろうとか書きようね、ほんまに普通に変わってくれるいやそれもそうやね、うん、それもそうや、うん、でもほんまにだから優秀すぎると辛いよ今の世の中で生きる。そう思う、そう思う、マジでお前な、うんうん、みんな俺みたいなクソメンタルしてないねんもん、まあ、メンタルはな、いやそうよメンタルも理算ないで、いやそれはでもほんまメンタルだけはほんまに、うん、だってめちゃくちゃバカにされるわけや YouTube なんかやってた。そうやな、でこいつらは YouTube じゃなくてもほんまもしかしたらしたいことあるかもしれんけど、もうできひんよこいつらの人生。そうなのよ、うん、いや怖いよ、怖いよな、いやほんま怖いな、怖おもろい、なんか受験競争を楽しんでただけなのに気づいたら将来が確定してる。いやそうやねん。じゃあちょっと続きましてですけど、まあその高3の1年間を高2のクリスマスもし一発で決めるのあまりにも残酷、うん、これはほんまに誰しもが思うことやから、哲学通ってたら、うん、いやこれえぐいよ残酷な名前、うん、クリスマスにあんねん、うん、ちゃんとクリスマスにあんねん、うん、12月24とかにあんねん、うん、俺あった俺の時はお前らは恋愛をするなと、うん、せえおら俺らはクリスマスに模試をするからメッセージ恋愛をするなよと最小限のメッセージで締めるからクリスマスに置くだけでいいねんから、もしそうだな、そう絶対受けんねんもんな、絶対受けるからそれで、でそう俺は一回も言ってないけどこの模試で SA のボーダーマイナス1点やった俺はほんまにこの時点で人生決まったと思ったここで SA 数学逃したのがさ、トワが理算に受かるはずやった人生をさ日々入れたやん、正直正直入れた1点差やったんや、うん、1点差やった、お前すごいな、あんまりにも悔しかった、お前の人生エグいな、マジで120点満点やな、120点満点だからまあほぼ東大入試みたいな感じで、難易度もそんな変わらん、ちょっと、いやちょっと簡単なんちゃうか、まあでもほぼ東大の簡単な年ぐらいはって感じかな。で上位はまあ満点いっぱいいますと、いっぱいはおらんな、 K だけそうなんや、最後 K がそう数学120取って湧いたもん、さすがに高2の冬で東大レベルで満点はまだ出んねや、出へん、まあ数3とかも普通に出るから、数3ってやっぱ演習が命やから高3の時の、K は満点、 K は満点取って、熱かったなあれは。 A 兄弟は A 兄弟118とかになめちゃくちゃすごいよ、採点も厳しいからね、うん、そうそう、で俺は93とかで、93もすごいけど、いや高いよ、逆ボーダー B4 ですあれが届いて、右側にクラス通知、うん、次からのクラス、うん、左側に順位と点数、左側見て33位って書いてて、怪しいとそうやな、怪しいはどっちやろみたいな、うん、去年は34人おったっていうことだけ知ってて、お前マジでえぐいな、でこれ俺と同じ点数やつが3人おったらあかんし、俺だけが93点やったら多分救ってくれなと先生もまあ知ってるし、うん、でもね、わざわざまあ外す必要ない、わざわざそう落とす必要もないかって、うん、まあ落とされるとしたら同じ点数のやつがいっぱいおることって思って、うん、右見たら A1 って書いてて、灘、うん、の、まあ、同じぐらいっぽい点数のやつに聞いたら、俺も93わらわらわらってきてお前さあとそいつとそう2人でね A1、 まあそいつは現役で今日行きましたけどじゃあすごいなお前ら、いやそう別に落ちても大丈夫やねんけど、うん、そうやね、別に A1 からでも全然教育とか行くんやけど、うん、ほんで別にこいつが一浪して千葉に行ってるのも、うん、もう世の中からしたらとんでもない幸せな話なんやけど、うんうん、鉄力という限られたこの世界では理算だけが正義になってるから、うん、そう理算と教育のみ大阪校からしたらね、はい、これエグいな、あまりに残酷、あまりに残酷やな、こんなんで決まるんやってほんまに決まってるからな、多分俺がもし1点もう1点取れててSA やったら受かってる、もっと多分変わってたと思う、環境もそうやな、ライバルが違うしな、そう、うん、きつい、きついお前って数多くの敗北を知ってるな、気持ちいいな、お前素晴らしいな、気持ちいいよほんま、人体も切れるし、いいぞ負けるのってマジで負けな、気持ちいいから負けるのって、負けによって強くなってきた、いや戦ってるな、でもマジでモンスターこいつ戦ってるわ、マジでやばいこいつ、じゃあちょっと番外編ね、鉄力会大阪港から駅までの途中にあるファーストキッチンのポテト過去焦がしバター醤油味うますぎる、これうまい、これこういうのだろな、
ありがとう。デザート、デザート、デザート、こういうのだろ。こういうのやったわ。哲学会のな、あるあるってこういうのやんな、みんながやってるのってな。俺がやってるのは違うぞ、もっと怖いやつやるぞ。ほっとり。こういうのやんな、やから、ポップだな。一緒に食べたことあると思う。食べたと思うよ、言ってると思うよ、ファーストキッチンなんて何回か。最近ウェンディーズの。ウェンディーズになった。いやね、哲学会とかもちょっと凱旋したいけどな。哲学で撮影したいな。できるかな。SA メンツにインタビューとかしたいな。してみたいな。見てくれてたらいいけど、でも中にはおるんじゃん、見てる人も。かなぁ。灘の後輩とかでもし哲学通ってて SA におる子とかいたら、ちょっと話聞いてみたいから連絡してほしい、うん、コメント欄とかでも、ね、ベテラン中学生の DM でもいいから、うん、聞きたい。ほんま今の SA の状況も聞きたいから。 T 先生の声がもっとしゃがれてるだろう。そう、今も全然 T 先生はバリバリ第一線でやってるんで。でバリバリタバコ吸ってるし、バリバリタバコ吸ってる。大丈夫かな、もう人工呼吸器とかつけて授業してないから。ありえるぞ。そのレベルタバコ吸ってたらめっちゃ吸うから、マジで。で、本当の最後のあるあるね。理三主席合格者の K 君、まさかの、なんだ、高2夏でもう一段階成績伸びて誰も手つけられないらしい。これあるね。うん、伸びんのよこいつ。高2の夏にリーグインパクトや。そう、高2のほんまそうや、ね、ほんま最後の伸びえぐくてこいつの、うん、高1とかの10月の模試とかは全然1位とかじゃなかったよ、まだ、うん、A 兄弟の片割れとかが1位やったりとかして、うん、2位とか3位とかなんか芳しくない。数学が伸びきらんかったりとか、うん、英語は伸びきらんかったりとかで、高2の夏何があったんか知らんけどこいつすっげー成績伸びて全科目が全科目、うん、無知で何があったんか分かんない。手術したんじゃん。大丈夫大丈夫大丈夫博士やな。 30% のやつ。なんかそういうのがあったんか知らんけど、とりあえずめちゃくちゃ伸びて最後の最後に K が、うん、だから高2のクリスマス模試で圧倒的に1位やった、うん、すごいな。だから K に聞いたんよ、その当時の印象というか、哲学通っててなんか怖いなみたいに思ったこととかないんって聞いたら、うん、ないな、僕かなりいい加減な哲学生活を送ってたから全然高2くらいになるまで宿題とかいい具合にサボってたしな、舐めてたわ。できて校内模試前とかに気をつけてたこととかはないんって聞いたら、うん、何をって聞いた。怖え。いやいや、メンタル面でみたいな、うん、したら、ああ時期によるなって言って、僕成績良くなったの高2の夏からやから、さすがに最後の2回の模試は決まってたな。で、最後の模試以外の模試はどうやったんって聞いたら、それまではマジで舐めてたから、ただ受けて帰ってたな。3位とかやったよ。うん、何も考えずに3位。宿題やるようになったら1位になった。そう。基本をやっただけ。嬉しい、うん、そしたらありえへんぐらい伸びて手つけられへんかった。でもまあ才能もほんまにあるんやと思う。うん、あると思うな、あいつに関しては。なんかめっちゃ手動かしてるイメージはなかったな、うん、K が。それまでその才能特化型みたいな感じで3位とか2位とか取ってたやつが、最後の模試やからっていうので頑張ったら普通に1位を取ったっていうバケモンみたいな。すげー嬉しかった。最後1位取ってくれて、ずっと応援してたから K は。俺らのエースが主席になったっていう。そう、うん、やし K って別に普通に優しいから面倒見もよくて、分からんこととかって聞いたら教えてくれんのよ、めっちゃ、うん、普通にこういう風に僕は解いたよとか、こういうところ気をつけた方がいいよみたいな教えてくれるから、めっちゃ質問とかもしてたし、で最後の最後に頑張って1位取ってくれたから俺嬉しかったね。何点やったんやろな、440分の、でも390とかじゃない。すごっ。やんな、理数は多分満点やから。そう、理数ほぼ満点やから多分380とかやと思う。300で受かりますね大体。でも俺が受かった年がだからこいつが主席取ってる年で、ちょっと簡単やったから俺が多分310何点とかだから、その2人とも合格してんのに440点満点で70点差ついてるから、うん、俺とリーチのボーダーぐらい差あるからな、それって。そうだな、うん、それもすごいことやけどな、うん、すっごいとこにおるこいつは。こいつはだからほんまにそのバトルタワーの誰もおらん回みたいなとこに、うん、面白いよね受験って。ほんまに漫画みたいな感じやったな感覚。はい、ということで、まあ、以上です。僕の哲学大阪校あるあるでした。うーん、はい、いやおもろいな。おもろいっすよね哲学会。うん、日本代表の話みたいやった。またまた、ね、マジですネギの話聞いた時みたいな、うんうん、そういう人らが日本の医療を支えてくれてるのありがとうでもある、うん、ほんまにすごいことするんやろうなって思う、うん、やから、うん、みんなありがとう。そう、まあその他にも多分あると思うから、思い出したらまた好評やったら第2弾そうですね、やらせてもらおう。哲学関係のことまた聞いていきたい、うん、哲学会のエピソードとか話をしていきたいなと思っておりますので、うん、ぜひお願いします。よいしょ。